結婚相手に求めた方がいいこと。気になることがあったらすぐに言い合える関係が作れるかどうかが僕は一番大事だと思いますね。なんでかっていうと、結婚してる人たちとかする人って、残念ながら最初が一番協力が高いんですよ。付き合いたての頃は何でも許せるんです、人間って。結婚したばっかの頃は何でも許してあげられるんですよ。ところが、これが普通の夫婦だったら時間が経ってくるとどうなるかっていうと、いろんなことが気になったりとか、今まではイライラしなかったことイライラするようになってくるんですよ。だから、 気になることは初期の頃一番最初の付き合い方の頃とか結婚する直前とかそういうふうなお互い許容力がちゃんとあって相手の頃を許せるところで全部言っとくべきなんですよなんかその全部を言い合える関係で入れるかってことが多分一番その関係を予言するんじゃないかなというふうに僕は思いますねはい、まあ、実際研究でもそういうの出てますしねだから「分かってよ」っていう言葉を禁止これを許してくれる人がいいなって思いますはい 察してほしいっていうのは、これはね、あの、地獄への道ですからね。